とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今回は22階で難易度は難しいです。では、行ってみましょう。まず1階から難しいです。戦う場所が重要ですね。ここで戦ってください。そうすると、この赤が戦いやすくなるんですよ。こいつがかなり強いので、遠距離とは別に戦うことができるので、いい感じになると思います。もうこの辺で戦っちゃうと、もうバシバシ食らっちゃうので、あそこ、壁を使ってみてください。そうすると、うまいこといけると思いますよ。はい。まあ、とにかく、そこを注意すれば大丈夫だと思います。危なくなったらね、もうポーションを迷わず使ってください。では1回クリアです。1回の報酬で乱射のクロスボウを持っていってください。これが今回のメインウェポンになります。エンチャントを入れましょう。マルチショットと長弾です。では行きます。で、2回エンチャンターが3体出てきます。このエンチャンターを先に潰すっていうのが、いい感じになると思います。ここに出てきますもんね。ここに2体出てくる。まずはエンチャンターを倒す。そうしないと、ダメです。話になりません。で、もう1体、ここにいますので、このエンチャンターもすぐ潰してください。もう矢はね、どんどん使っていってください。後の方ではもう矢筒を取って使っていきますので、まあなくなることはそんなにないかなと思います。はい、では2回クリアです。ここでこれアップドラフトの書ですね。矢の、節約も兼ねてこれを取っていってください。ダメージがね結構出て、敵が集中しているところで撃つとかなり、効果的ですので、ぜひ使ってみてください。よいしゃー。かなりねダメージあるんですよね。なので、中盤ぐらいまではこれが結構有効です。中盤過ぎるとちょっとね火力が落ちてしまうのでダメなんですけどね。はい、あと、ああこっちにまだいるね。倒していきましょう。結構今回、嫌な敵も出てきます。まあ、ただ、クリーパーは少なめかな。うん、クリーパーは少なめなので、まあ、そこは安心。まあ安心でもないけどね。で、ドラ取っていきます。いきましょう。で、ここも特に問題ないと思います。アップドラフトの章をしっかり使いながら倒していってください。結構再使用時間短めなので、どんどん打って OK です。まあ、極力、3体以上いるところで使った方がお得ではありますね。うん、できるだけ。よっしゃあ、いいね。で、こっちを倒して、向こう側に残り3、4体いるかな。敵もね今回結構多いですもんね。終わりか。まだいる。あ、いた。はい、4回クリアです。ここ報酬は何もいりません。そのまんま行ってください。で、ここ、クリーパー1体だけ出てきますね。まあ、1体だけなのでそんなに注意することもないです。まあ、クリーパーの、ね、爆発を使って若干倒してやるとお得ですね。あー、当たらなかったな。 2匹ぐらいにね当たることもあります。よし。で、ここ囲まれないようにしてくださいね。囲まれちゃうとこいつら意外と攻撃力高いのでバシバシ食らっちゃいます。よっしゃー。アップドラフトの人いいね。まあ、全然矢をね使っていっても OK です。これでおしまいかな。ナイス。矢が出てきてくれると嬉しいね。今回箱がないんでね、出てきてくれると嬉しいです。で、ここエメラルド装備に変えていきましょう。
んで、エメラルド装備をエンチャント入れます。ポーションバリア1とクールダウンを2ですね。クールダウンの方がちょっと重要です。まあ、ポーションバリアは5秒あれば、まあいいかなっていうところです。しゃ。で、ここ、レイスがいるんで、まあまあちょっと注意してください。若干ね。そこまで注意するほどでもないんだけど。まあ一応、防御力はね、エメラルド装備はないので、注意だけはしていってください。あと上の2、3体で終わりかな。おしまーい。6回クリア。次行きましょう。結構難しいんでね、一応注意してください。ここ、槍です。一応、取っていってください。そんなにね、槍では攻撃しないです。今回弓で攻撃することが多いんで、槍はそこまで使いません。で、エンチャント入れていきましょう。長弾ですね。長弾に入れてください。アップクロスボウになると、マルチ1でも、まあ、そこそこ発動しやすくなりますので、これは長弾の方を早めに、3にした方がいいかな。まあそう思います。で、ここ、大釜です。ドラを使って、ハープクロスボウを打ちまくってください。そうすると、まあ問題なく勝てると思います。おしまーい。おー、いたんかい。消えるんじゃないのかい。はい、ここ報酬何もいりません。で、ここ、難しいです。こっち側で戦ってください。こっち側。こっち側で、極力、ハーフクロスボウを、打ちまくる感じでいってください。近接はね、あんまり使わなくていいです。基本的には、ハーフクロスボウのみで戦っていく感じでいくと、安定すると思います。とにかくね、ここ難しいので、注意してみてください。はいはいはい、反対側から行くと結構ね挟まれますので、こっちから倒すのをおすすめします。終わりかな。はい、9回クリアでーす。ここで戦う場所注意ですね。ここで戦うとだいぶ楽になると思います。ここ報酬で愛のメダル取っていってください。で、ここもねちょっと難しいです。戦う場所注意してください。まずここね、下に降りたら、まっすぐね、先に進んでください。こっち。で、こっち側で戦うといいです。うん。変にね、真ん中あたりで戦っちゃうと、敵にね、囲まれたりするので、極力、これはこっち側で戦うのをおすすめします。うん。本当ね、戦う場所を間違えると、結構積んだりすることがあるので、注意してください。一応ね、槍でも戦えなくはないけども、弓で戦った方が、まあ、無難かな。間違いなく。うん。敵の攻撃力とかも高いので、今注意していってください。で、これね、上の方にも敵多いんでね、注意していってください。まあ、アップドラフトとかハーフクロスボウをしっかり使っていけば、まあ問題ないとは思うんですけども。はい、終わりですね。10回クリアです。この9回10回がね結構難しいと思う。んで、報酬何もいりません。で、ここもね、戦う場所が注意です。戦う場所注意が結構多いな。まずね、始まったらこっち側行ってください。ここら辺で戦うといいですね。基本的にもうね、弓だけで行った方がいいです。の方が安全で、まあもちろんね、アップドラフトとかは使ってくださいね。もったいないので、アップドラフトと、愛のメダルねは使ったりしてください。一応ね、矢にはね限りがあるので、ちょっとでも節約していった方がいいですね。ほんとね、矢がね全く出ない時とかあると思うんですよ。なのでね、一応注意してください。で、ここで
これ森の矢筒を取りましょう。これ最後まで使えます。この森の矢筒が来るとね、だいぶ矢が楽になりますね。で、ここ、中には入らないでください。まずはこっちの方で戦います。ここら辺にね、クリーパーが出ることがあるので、出ましたね。あれがね、危険なんだよね。なので極力こっちの方で、んで脇が若干収まったなっていう時に、中に入っていきます。で、森の矢筒を使って一気に殲滅するといいでしょう。 OK、 しゃ、このね、略奪者、こいつに愛のメダルが効いちゃうと、すごく楽になります。あいつの攻撃力がね、かなり高いんで、あいつに、愛のメダルを使うようにしてください。ここ、エリクサーのカバンと卵天狗だけ欲しいんですけども、俺は取りません。取らずにもうこの3つで完結してますね。森の矢筒、ドラ、メダル、もうこれ完璧です。まあ、近接で行くならばこの2つ重要だと思うんですけども、今回俺は近接では行きません。弓を使うのでそのまんま行ってます。んで、ここですね、エンチャント入れてください。もう全部ですね、マルチショット3、長弾3です。金細工をする前に、上げてください。金細工するとエンチャポイントがプラス1されるので、もったいないです。はい、ではボスですね。モリゴリですね。モリゴリはまあ普通に、戦えると思います。周りの雑魚は愛のメダルを使ってうまいこと処理してやるといいですね。 OK、 あと1体いる。で、弱点が出だしたらば一気に叩いていきましょう。あー、ちびゴリさんも一緒に出てきたか。終わり。あいつが出る前にね、倒せたらすごい早いんですけどね。まあ、それでも早くいきました。ここスノーアーマーを取りましょう。これは防御力が上がりますのでかなりお得です。エンチャでポーションバリア3ですね。そしてプラスでサプライズギフトも一応入れてください。一応、お得にはなりますね。で、まず、こっちの上側にね、たくさん出てきますので、こっちから倒していきましょう。まあ、とにかく多いです。めちゃめちゃ出てくる。おい、固まるなって。で、クリーパーも若干1体かな、1、2体出るので、それは注意してください。で、敵が固まってね、こっちに来た時とかには、森の矢筒を使うと、今は使ってなかったんですけどね、森の矢筒で行くともう一気に全部倒せるので結構気持ちがいいです。はい、まあ、ここも基本的には弓で戦っていってください。全然ね、矢は全然余るわけではないけども、まあ、そこそこ余るので大丈夫です。どんどん使ってください。よし。15回クリアです。次行きましょう。ここ、報酬何もいりません。そのまんま行ってください。で、ここ、倒す場所が重要です。ここも重要。変なところに行くとめちゃくちゃ難しいです。ここの階段の一番上、ここで戦うようにしてください。そうすると下にね、結構溜まるんですよ。で、そこに森の矢筒を打ち込んでやると、もう一気に倒していけますんで、結構気持ちがいい感じになります。はい。もう長弾がね、入ってるんで、よし。結構いろんなやつに、反射して当たるので、いい感じですね。で、今回はちょっと食らってるんだけども、まあ一応スノーアーマーなので、凍結はしにくいです。凍結しにくい、まあするんですけどね、するにはするけども防ぐこともあります。なので、まあまあ一応運が良ければ凍結を防ぐこともあるということでお願いします。え、まだ、終わったよね。16回クリアでーす。ここ、槍持っていきましょう。まあ別にいらないっちゃいらないんですけどね。
虚無を1入れてください。槍で攻撃することはあんまないんですけども、虚無が入ってるとお得です。これここら辺で戦ってください。ここが、倒しやすいです。でここにねべったりついちゃダメ。べったりつくとウィッチの、毒を食らってしまうのでちょっと離れる感じですね。ちょっと離れる感じで戦うと、いい感じになると思います。よし、そろそろ愛のメダルもいいかな。いけー。はい、基本的にはここら辺でちょっと槍でつつきながらね入ってきたやつには、ハーフクロスローを打つ、そういう感じでやってみてください。終わりかな。17回クリアでーす。次、報酬何もいりません。でここ、上で戦ってください。下で戦うよりも上の方がね火ダメが少なくなりますし、うん、いい感じになると思います。いけ。極力あのスライムはね倒していきたいところですね。スライムは、矢をたくさん出す可能性があるので、である程度溜まってきたら森の矢筒使ってもう一気に掃除してやりましょう。おお、固まるね固まるね。基本的には、弓だけで戦う感じで OK です。うん、そんなところにいるんかい。ほんと塊のところにね森の矢筒を打つと結構気持ちよく掃除できるんでやってみてください。防具ハイランドアーマーに変えましょう。ポーションバリアはないんですけども、これクールダウンがついてるのでお得ですね。クールダウン3、そして最後の叫びを入れましょう。で槍にはこれ虚無2ですね、入れていってください。でここはずっと弓を打っとくだけで OK です。ここでね弓をどんどん打つだけで OK です。バシバシ打っていってください。まあまあもったいない時は愛のメダルとかね、まあ森の矢筒ももちろんバシバシと打っていってください。森の矢筒はねほんと強い。うん、タワーじゃなしにね普通のステージでも森の矢筒はものすごく使えますね。では次いきましょう。ここ何もいりません。はい、でこれもね、上で戦ったがいいです。上の方から、打ってあげるといいですね。ウィッチの、毒もあんまり届きにくいです。うん、届くこともあるんだけど、まあ、上で戦うと結構安全だと思います。まあ、矢がね少ない時とかはもうどうしても下でね戦わなきゃいけないこともあるんだけども、できる限り上で、うん、戦うようにした方がいいかな。 OK、 いい感じ。いけ。終わりかな。20回クリアです。はい、報酬何もいりません。で次の商人でハーフクロスボウ上げてください。 OK ですね。んでボスです。ボスもねこのハーフクロスボウあれば超楽勝ですね。でエンチャント入れといてください。これ虚無ですね、虚無3にしておくといいです。まあ、基本出てきたらすぐにドラを使って森の矢筒をバシバシ打つ感じです。よし、結構当たった。最初の一発目結構ね重要なんでね、もう一気に叩くようにしてください。でこのビームが終わったらすぐにドラを使って攻撃を入れていきます。いいね、いい感じで。HP 半分になると弱点露出しますもんね。その時にドラと矢筒を使えるようにちょっと調整をしてみてください。そうすると
早いですね。どこ行った？はい、なった。行きます。で、言うの忘れた。虚無を一応入れた方がいいです。今俺最後の最後になってね、思い出して入れたんですけども、最初から入れとくと若干ダメージ増えるんでお得です。はい、ということで、完全攻略終わりです。まあ、20分以内でクリアできると思いますので、うん、まあちょっとやり込んでみてください。結構ね、慣れれば簡単です。頼む、報酬頼む。ダメだね。よろしくねえな。全然よくない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。